2007年世界フィギュアスケート選手権は2007年3月20日から25日まで東京体育館で開催されたフィギュアスケートの世界選手権。日本での開催は2002年世界選手権以来5年ぶり、東京開催は1985年以来22年ぶり3回目。今大会は予選が行われず男女シングルとペアはショートプログラムを行い、 それぞれ上位24人及び20組がフリースケーティングへ進む。アイスダンスはコンパルソリーダンスを行い、上位30組がオリジナルダンスへ、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。なお、前年の7月1日までに15歳に達していなければ参加資格を得られない。男子シングルではブライアン・ジュベールが フランス人選手として42年ぶりに優勝。高橋大輔が日本人男子では初となる2位。3位に前年王者のステファン・ランビエールが食い込んだ。小田信成が7位で全大会に続いて入賞し、高橋との順位の合計が9となり次年の日本の男子シングル出場枠を3に増やした。女子シングルではショートプログラムで金剣が歴代最高得点で首位に立つも、 同2位につけた安藤美希がフリーで逆転し初優勝。日本人選手の優勝は2004年の荒川、静か以来4人目。フリースケーティングでは浅田真央が歴代最高得点をマークして2位。安藤、浅田、キムのアジア勢が表彰台を独占した。ペアの優勝は陳ン・ユ超広志博組。2位は法政安藤組。3位は ドイツの新鋭アリオナ・サフチェンコロビン・ゾルコービ組、新ユキ超広島組は今大会をもって引退することを表明。アイスダンスは上位の5組の実力が拮抗し合う中で混戦が予想されたが表彰台は前回と同じ顔ぶれとなり、ブルガリアのアルベナ・ゲンコバマキシム・スタビスキーが2連覇を果たした。地上波は 大会の公演に名を連ねる富士テレビ衛星放送は J スポーツ BS 富士で放送。特にメダル獲得が注目されていた男子女子シングルは J スポーツではフリーを生中継、富士テレビではショートフリーともにゴールデンタイムで録画放送された。また開幕前の3月20日には開幕スペシャルとしてオープニングセレモニー、ペア、ショートプログラム、 出場選手の解説などが放送された。視聴率スポンサー形態について、その他女子シングルフリーは2004年から同局で生中継しているが、男子シングルフリーの生中継は今大会が初めてで、ある。それ以外は4月上旬に録画放送された。今大会の結果により、2008年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り、ありがとうございます。